100均からサウナマットだと、キャンドゥ折りたたみレジャーマットは登山やサウナで使える超コスパ品です。全国のサウナーの皆さん、お待たせしました。ついに100均のキャンドゥさんからですね、サウナでも使える、この、サウナマット兼登山用の座布団として使えるキャンプギアが出ました。110円です。はい、こちらのですね商品ですね、本来は折りたたみレジャーマットとして、販売しているものになります。金額は税込み110円です。素材がですね、XPE という素材になりまして、華僑ポリエチレン、熱に対する耐性と、耐寒性、寒さに対する耐性を備えた素材になります。本来の用途はですね、レジャーマットとして、登山用の座布団としてですね、こう広げて、ちょっと画像出てるんですけど、例えば石の上とか、プラスチックの上とかね、よくベンチなんかあると思います。石もね、結構冷たいです。そういうとこにね、こう広げて、置いたりしてあげると、お尻が冷たくないっていう感じの利用の仕方ができます。登山以外にも、スポーツ観戦とかね、椅子がですね、硬いとか、冷たいとか、そういう時にね、こう広げて敷いてあげると、非常に快適に過ごせます。こちらキャンドゥさんの折りたたみレジャーマットなんですけど、すごくね、コンパクトです。これが一応収納時の、状態で、約、10センチ、13.7 センチ、6.3 センチ。手のひらサイズですね。この大きさだとやっぱり登山のザックの中にも余裕で入ります。子供用のリュックにも入りそうですね。実際外で使用した感じです。例えば石がねゴツゴツしてたりとか、小石があったり小枝があったりとかすると、マットをねこう広げて敷いてあげると少しねへこみが出てきますので、突起物がないような感じにちょっと払ってあげてこれを敷いてあげるといいですね。全然ありだと思います。素材もねすごくね柔らかい感じです。一応ですね、座った感じのサイズ感なんですけども、ちょっと大柄なですね、肩はちょっとお尻はみ出るかもしれないんですが、普通にね、座布団として利用するサイズでは問題ありません。あと子供もですね、このサイズだったら座布団として十分利用できるかなと思います。結構100均なんでね、強度これ大丈夫なのっていう、不安な方もね、結構いるかと思いますが、やっぱりさっき言ったように突起物とかうまく払ってですね押してあげるとへこんだりすることもないので、今 4,5 回ちょっとね山で使ってるんですけど、全然実用レベルだと思います。実際ですねちょっとフィールド、山でですねちょっと敷いたりして使ったんですけど、小石とかね小枝の沈み込みねちょっといくつかあったんですけど、もう戻ってますね。重さはですね、ものすごく軽いです。これでね、22g、実測ですね。なんで、実はこれとね、そっくりな商品が、エバーニルさんがですね、コンパクトマットっていうのを出してるんですけど、それも 20g ないぐらいなので、ほぼ類似品と思ってもらっていいかなと思います。こちらのですね、レジャーマットが一応サウナでも使えるんじゃないかって思ったちょっと理由なんですけども、Amazon さんってサウナマットなんかで検索するとですね、同じような形のものが出てきます。で、そこにですね、XPE って、これと全く同じ素材のものがあったので、これはもしかして使えるんじゃないかなって思って使ってみました。はい、こちらのですね、キャンドゥさん折りたたみレジャーマット。購入に至った理由なんですけども、今キャンプ場でねサウナを楽しんでる方結構いらっしゃいますね。私もサウナーというほどではないんですけども、やっぱり以前からね、ちょっと興味がありまして、サウナね、実際ちょっと利用してみたんですけど、確かにね、施設がですね、ちょっとまあ配布してるというか、自由に使っていいよって置いてあるマットあるんですけど、やっぱ他の人のですね、やっぱこう座ってたりとかお尻がついてたりするっていうのを考えると、やっぱりちょっと気がありますんで、こういうね、まあ、たった110円で、まあ、自分のね、個人のサウナマットが持てるっていうのは非常にいいんじゃないでしょうか。実際にですね、僕はちょっと利用してる、まあ、サウナの方で使ってみたんですけども、全然問題ありませんでした。ただしですね、サウナによってはですね、高温サウナっていうところがちょっとありますんで、90度以上の高温サウナの場合はちょっとわからないので、まあ、こちらはもう自己責任でお願いいたします。まあ、レジャー用の座布団ですね、まあ、登山用の座布団プラス、まあ、サウナマットっていう、まあね、いろんなちょっと使い方ができるってことを考えると、110円っていうのはかなりの超コスパ品じゃないでしょうか。あともう一つですね、エバニューっていうですね、まあ、登山ギアなんかを販売しているメーカーさんがあります。まあ、うちもブルーノートストーブっていうアルコールストーブをね、まあ、愛用させてもらってるんですけど、実はこれとそっくりなものをだいたいまあ800円台ぐらいで販売しているものがあるんですが、なんとこちらはもう110円ですね。まあ、お試しとしてですね、買ってみるのもいいんじゃないでしょうか。こちらキャンドゥさんの折りたたみレジャーマット、サウナ、実際の登山用途、スポーツ観戦用途、一度ご紹介させていただきました。こちらの動画役に立ちましたらチャンネル登録お願いします。